で、今週もですね、入れていただきました、いつもありがとうございます。花さんの、質問にですね、お答えしていくのと、これね、プルサのフォーラムでもちょっと、話題になってたというか、僕が回答してるんですけど、解決しましたってことで、入ってたんでよかったんですけど、僕がコメントして、た部分で、ちょっとこう、言及をしてるってことなんで、ちょっと、お答えしていきます。2週間ほどほぼ、毎日プリンターを稼働させています。そのせいか動作音が大きくなってきます。特に、早く動くときに大きい、音が大きい、気がしますと。隣の部屋にプリンターがあるんですが、ドア2枚隔ててもまだプリンターが頑張っているよとわかることですと。メンテナンスどのような状態になれば必要なのでしょうかと、いうことでですね、まず、プルサミニはですね、プルサマーク3に比べて音大きめです。駆動音大きめだと思います、僕。なので、スピードを出す、多分ね、70mm/h以上出すとですね、多分ものすごい音になってですね、うるさいなっていう気持ちになるかなと思います。ファンの音とかね、その風送ってるパーツが2つあるんですけどね、それよりは多分X 軸がガシ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 動いている音が気になると思います。で、もしこれをちょっと静かにしたいなっていうふうに思ったらですね、やっぱまあダンパーを つけるとかですね、あとは僕は100円ショップで防振ゴムみたいなのあるじゃないですか、透明の。あれ敷いてるんで、まあそれで軽減するしかないかなと思います。あとはもう、共振しないもの、机の上とかも、なるべくこう重たい机の上に置いて共振させないとかですね。海外の、フォーラムとかで見てると、なんかコンクリートブロックのを4つ置いてその上にダンパー乗せるみたいなことやってたりとかですね。そういう感じの解決方法になるかなと思いますんで、やっぱね、スピードを上げたりとかするとですね、ちょっとうるさい。はなるかなと思います。いくらね静かになった、最近のね水分でいくら静かになったと言ってもですね、やっぱそういう騒音はあるなというところですよね。はい。で次が重要ですよねっていうところで、ここからちょっとね実際にプルサミニあるんでここですっていう説明をしようと思って今日この質問を取り上げたんですけれども、メンテナンスはどのような状態になれば必要なのでしょうかっていうところプラス どのような状態になったらどこをいじってねってことですね。でそれをちょっと解説していこうというところと、フォーラムのオートネクストさんとやり取りされてたベルトのテンションをかけたらうまく動いたという件理解できておりません、半年に一度確認しておいた方がいいというのことですが、どのように確認をするのか教えていただけますとありがたいですということでですね、はい。これね別にプルサミニだからっていうことではなくて 3D プリンター全般に言えることなんで、皆さんもですね挙動がおかしくなったなって思ったら注意して そこのね、場所を見に行くように、してください。例えばどういうことが起きるかっていうとですね、こういうオブジェクト、まあこれもさっきね使いましたけれども、こういう猫のオブジェクトというか縦にね長いオブジェクトを出したときに、これがねずれるなんかこっちの方にずれたりこっちの方にずれたりする。要は、下はねここまでなんか順調に出てんだけどいきなりこうなんか分離しちゃって分身してるっていうかね、なんかこう隔ててプリントされちゃうっていうことが起きることがあります。でこうなってしまった時に、見るところだし、あとそのなんだろうな、プルサミニのですね、まずね、セルフ、テストで、これがこうウェイっていってここでガンって止まってエラーになるっていうことだったりとか、あとはですね、Y 軸の可能性がありますね。こういってガンって止まってここでエラーになるっていうことが、起きます。起きますというか起きることがあります。で、それはなぜかっていうと、プルサの、基板というかですね、このボードはですね、この衝撃、コツンっていう衝撃で、ここにね、Z の0、X の0とかね、Z の0とか Y の0を取ってるんですね。で、普通はこういうところにエンドスイッチがあって、エンドスイッチまで行ったら、0になりますっていう信号を、こう、こっちのね、ボードに送るようになってるんですけど、プールさんのね、3D プリンター、マーク3もミニもそうなんですけど、ここでカツってなったら、ここが、限界っていうところで、反応してくれるような、ボードになってます。で、なんですが、ここのね、ベルト、ここの張力ですね、ここのベルトの張力が弱かったりとか、なんかここで、このベルトがずるっと動いてしまう。ずるっとね、これが取れてしまったりとか、あと、ここですね、軸もそうです。これここのベルトですね。ここがずれちゃったりとかね、ずるずるしてたりすると、セルフテストの
こういう動作ですね、こういう動作をして、チェックしていくときに、なんかこう滑るというかね、ずれちゃって、うまく、ベルトが、タイミングベルトがちゃんと綺麗に貼れてないですよって意味で、エラーになってしまうということが起きます。で、さっき冒頭に、こういうね、猫とか縦に長いやつが途中で積層がずれちゃったりとか、なんかうまくこう積み上がっていかない、何度やってもうまく積み上がっていかないっていうときはですね、ここ。X 軸に関しては、ここのネジが緩んでないかっていうのを確認してください。このタイミングベルトを、締め付けるためのネジっていうのはここに2本あるので、これが緩んでたりとかするとですね、セルフテストとか X 軸がうまく貼れてないので、オブジェクトがですね、こうずれてきちゃうんですね。で、積層がずれて、プリントされるようになってしまいますので、ここ気をつけてください。で、当然ながらですね、こっちの軸も同じです。で、これはですね、このちょっと、見えづらいんですけど、裏側にですね、ベルト固定しているところがあるんで、そこをね、見直すようにしてください。これ、ここ、わかるかな？見えますかね？これ。ここのプーリー、モーターにですね、ギアみたいなのがついてると思うんですね。そこにこうタイミングベルトを巻いていて、これがこう動くことですね、モーターから、ベッドに力が、伝わってですね、こうベッドがこうやってぐーって動いてくるんですけど、ここのプーリーを止めているネジが緩んでるっていうことが多いです。で、僕もですね、何人かこういう配信始める前に、なんかうまく出ませんってすごい相談されてるんですよ、2、3人に。で、ここ閉めましたかって、閉まってますかっていうのを伝えて、あ、なんか緩んでますって、閉めました、あ、一発で OK でしたみたいなこと結構あるんですよ。なので、ここのプーリーですね、ここのプーリーがちゃんと、ボルトでね、止められてるかどうか、モーターに対してね、軸に対してちゃんときっちっとね、止められてるかっていうところがチェックポイントになります。これが、ちょっとそのポイントですね、オートネクストさんに僕が伝えようとしたかったことっていうのは、ここのチェックなんですね。最初にも言いましたけども、プルサミニとマーク3に限らずですね、大体の 3D プリンターっていうのは、もう皆さん多分、何十時間も毎日動かしてると思うんですよ。で、動かしてると、やっぱり振動とかですね、やっぱり緩んでくるんですよ、ネジがどうしても。で、不安な人はですね、そのネジに対してロックタイト塗ったりとか、緩み止めワッシャーをわざと入れてるとかっていう人も、結構そういう改造したりしてる人もいてですね、なるべくその躯体の、バランス、こう、歪んでないかなとかですね、長く使ってるから、どっかがこう、ネジが緩んだりとか、そのネジが取れかけてたりっていうことが、そのまま 3D プリント、そのですね、品質に影響を与えることがあるので、半年に1回のチェックということで言えばですね、今みたいなところ、例えば X 軸と Y 軸のベルトのテンションが、ちゃんとしているかどうか、それからそのプーリーというかね、そのタイミングベルトをこうモーターからね、モーターにタイミングベルトをかけて、それがこううまくこう、力が伝わっているかどうか、そのベルトのテンションの、チェックだけではわからないところがあるので、ちゃんと手とね、こうやって掴んで確認したりとかですね、目視でなんかネジ緩んでないかなとか、実際にネジを増し締めするとかですね、プーリーの確認、ですね、それからタイミングベルトの、固定しているところが緩んでないかの確認ですね、このあたりを、まあ、半年目安ぐらいで1回確認してもらう、それからなんかそのずれる、こう本当はこう縦にこう積み上がってほしいのに、なんかいきなりこっちからこう積み上がっちゃうみたいなね。こうやってプリントして、こうやってプリントしてるのに、いきなりここからプリントするみたいな、挙動が起きたときは、大体このベルトのが緩くなってる。あるいはベルトにがかかってるところがなんかこう外れかけてるとかですね。そういうそのモーターの力が正しく、軸に伝わってないっていうことが原因になってることが多いので、うまくですね、ちょっとそのあたりを、気をつけて、見るように、メンテナンスをね、していってください。で、僕の場合はですね、皆さんほぼ毎日動かしてると思うんで、そのレベルだと思うんですけど、僕の場合は、やっぱり2、3ヶ月に1遍ぐらいはですね、ちょっとこう、様子見て、まあ、縮めしたりとかはするようにしてますね。テンションをかけるの意味がわからなかったのですが、上下のベルトのテンションが非対称ということ。ここを一回、ギリギリまで緩めて、均等に例えばこう6レンチで 1,2,3,4,5 やったら次また 1,2,3,4 下 1,2,3,4,5 上また 1,2,3,4,5 下 1,2,3,4,5 シュッてね、数えながらやると大体均一になりますんで、ちょっとそういう
調整を、ね、してみてください。あとね、やっぱこういうところですよね、細かいところで言うとですね、こういうところのネジが緩んでるだけでも造形に影響出ますんでね、こういうところとかね、こういうところとか、そういう微妙な、ね、ところが緩んでても造形に影響が出ます。あと僕伝えなかったですけど、この Y 軸側ですね、こっち方向、この方向に、なんか変な積層のズレが出るときは、ここのタイミングベルトを締めるとこ、プルサの場合はここにありますんで、ここをチェックするようにしてくださいね。はい、で僕がこれプルサで言ってますけれども、プルサだけじゃないですからね、構造は FDM の場合どれも似たり寄ったりです。で、いろんなタイプの 3D プリンターがあるんで一概に同じですとは言い切れないんですけど、大体構造は一緒で、タイミングベルトをどう張ってるか、それからどう、モーターからその動く軸に対して、力を与えているかっていうその構造の違いなので、なんかこう積層がこうずれる、こうずれるっていう時は、そのベルトを固定しているプーリーを見に行くとかですね、そこのネジが緩んでないかとかですね、そこにこうなんかこう力がかかって微妙にこう変な力がかかっていて斜めになっていないかとかね、そのバランスをちゃんと整えてあげるというか、そういうことをなるべくするように、してあげてください。そうです。だからその上下のベルトのテンションが多分非対称だ。セルフテストっていうか、テンションのチェックするときにはちゃんとテンションがかかってるんだけど、いざ動かすとなると非対称だから、こううまくガンっていったときに戻ってこれなくて、エラーになっちゃうとかね。でも手で動かすと戻るんだけどね、みたいなね。だからどこにエラーがあるかわかりませんってなっちゃうんですけど、こういう現象も 3D プリンター起きがちですので、モーター周りのチェック、それから躯体ですね、その 3D プリンター全体のネジの緩みチェック、なるべくするように、してあげてください。それこそ毎日ね、何時間も何時間も動かして、こうやっぱり1ヶ月2ヶ月まあそうですね、3、4ヶ月経ってくるとですね、どうしてもどっかなんか変なとこ出てくるんで、なるべくね、それを見て直してあげるようにしてください。くれぐれも申し上げますけども、プルサミニ、プルサマーク 3S だけではないですからね、この問題は全大体そのどの 3D プリンターにも共通なことなので、変なことになったらそこを見直すように、してください。